えー、キャンチレバーっていう人とのこのコの字型の構造体っていうのはあの成形合板っていうその構造材を使うことによってこの合成を使ってスイングするっていうのがかなりできるっていうのはあのかってやったことがありましてね、えー、心得ていたんですがまあそれをなんとかね、えー、こう優しい形でこうスイングできるようなね構造体になったらいいなっていうのがまあ ポエムをイメージするその最初のきっかけとしてねあロッキングチャーにしようっていう、まあ、そんなイメージがあった何ていうんですかねこうロッキングするつまり椅子っていうのは固定されてドンとこう座ってねその体,体をギュッとこう、えー、囲まれちゃう包まれちゃうあるいはフォールドされるこういうあの道具じゃないはずなんですねつまりこれはあの感性をこうこう 豊かにしてくれる道具であったり、スイングすることによってあのストレス解消のある何て言うんですかねイメージをね創出ううするっていうのかな,なんか動くことっていうのは結構ねそういう意味ではあの意味と価値があるというふうに思うことと。